さて、今回は枢軸国が勝利した世界、ザ・ニューオーダーの世界にやってきました。今回プレイするのはこのモッド世界最大の悪であるブル軍と、というわけではありません。実はこのモッドには昨年のハロウィンからハロウィンイベントが搭載されています。そう、もうハロウィンは過ぎていますが、収録日はハロウィンでした。陰鬱なことで知られる TNO ですが、ハロウィンイベントはとっても明るいです。さあ今日は楽しく遊びましょう。トリックオアトリート。ハロウィンイベントの主犯はこのブル軍となので、今回は SS が支配する世界の終末を望む狂気のスパルタ国家、騎士団領ブル軍とでゲームを始めます。ということでブル軍とでゲームを始めるといきなりニュースが飛び出してきます。パリで発生した狂犬病。その原因が SS がばらまいたウイルスにあったというのです。フランス政府はブル軍とを公式に非難。国際的なニュースとなりましたが、ブル軍とは沈黙を続けています。その後、何かの巻物の封印を解きますか?というイベントが起こったので解いておきます。別に大丈夫でしょう。きっと。そして1962年5月、ドイツがブル軍との生物兵器による攻撃を非難しました。どうやらヒトラースブルク市で公的にはマシンの有効とされていたものが、実際にはブル軍とがばらまいたウイルスのせいであったと主張しているそうです。しかし、ブル軍とはドイツ本国に対する陰謀としてはヒトラー暗殺計画しか実行してないので、帝国の医療制度失敗の責任をうちに押し付けるな、と返信しておきました。ロドモ、かつてルアンと呼ばれていたノルマンディ地方のこの都市は、近年、ブル軍とによって巨大な奴隷労働都市を建設する計画が進められていました。そのロドモから驚きのニュースです。ダイゲルマン帝国がなんと同都市に核攻撃を行ったというのです。生物テロに対する報復でしょうか?それとも何か別の問題が起こったのでしょうか?大日本帝国のイノシショウとアメリカのニクソン大統領は即座にドイツを非難しました。ヒトラー総統はゲルマン帝国が核兵器を発射したことを否定しましたが、CIA はエルザスに核装備を備えた国防軍の展開が確認されたことを挙げ、ドイツの主張を否定しました。それから1週間ほど経った後、ロドモで異変が起こり始めます。核攻撃で倒れた数万の死体が起き上がり、生き残った奴隷労働者たちも凶暴化し始めます。さあ、始めましょう。15万のゾンビたちとハロウィンパーティーです。では今夜の来賓の紹介です。まずは元帥から、フランシュタイト化したコルチャーク氏、ウンゲルン氏、ムッソリーニ氏、レーニン氏、スターリン氏が元帥としてご参加です。エンバーミングされてたおかげで比較的綺麗なレーニン氏にまずは登壇してもらいましょう。続いて将軍としてご参加の方は、ルイセンコ氏、ケネディ氏、ハイドリヒ氏、シュペア氏、オルマン氏、ゲーリング氏など、存命なはずの方々ばかりです。なぜここにいるのでしょうか?最初はすでに死者のレーニン氏とムッソリーニ氏にゾンビの大群を率いてもらいましょう。当然ながらゾンビの大群に指導者はいません。通信は取れず、ラジオは沈黙しています。異変を聞いたヒムラーはロドモに相当軍を派遣しますが、ゾンビたちは機械化部隊をも圧倒します。ブル軍との徹底的な秘密主義が災いしました。周辺国はこのバイオハザードにまだ気づいていません。オストパリが陥落し、ブル軍とは無政府状態になりつつあります。ブル軍とは群れに飲まれます。機械化部隊でもゾンビを止めることはできませんでした。食欲に囚われた群れは近代軍隊を圧倒しています。ブル軍とを倒した後、ゾンビの大群に指導者が現れました。この世界ではパリで暗殺されたゲッペルスが今、死体の群れに参加したのです。彼は大群の前で演説します。以前の異性の良い声とは違ったかすれた声で、殺して食べるためだけに全ての人が戦闘員となる真の総力戦がここにあります。アンデッドとゲルマニアの栄光に万歳。彼の一声でゾンビに統率が生まれました。今、全ての群れは一つの目標に向かっています。アンデッドのヒューラーに万歳。ブル軍とから電気が消滅し、暗闇に包まれるのを見て周辺国も異変に感づきました。ブル軍との開発した殺人ウイルスがロドモから流出したのではないかと。ロドモウイルスの脅威はすぐに世界へ拡散するでしょう。ブル軍とが起きた後、すぐに大軍は周辺国への襲撃を開始。ゾンビの脅威はヨーロッパ諸国に波及します。ライヒスヒューラーとアンデッドヒューラー。どちらが勝利するのでしょうか?脆弱なフランスはすぐに押し込められました。また世界一の陸軍大国であるドイツですらゾンビを止められません。ドイツが倒れれば人類がこのゾンビとの総力戦に勝利することは難しいでしょう。ナチが人類の希望になるほどひどい世界戦がここにありました。ウイルス作ったのブル軍とだし、核攻撃してウイルス流出させたのドイツだけど、自業自得。ゾンビは海を越えられませんがウイルスは海を越えます。ブリテン諸島がアナーキーに陥りました。ゾンビの大群がブリテン島に現れたのです。イングランド南部のドーバーとポーツマスに、そしてアイルランド南部でも感染が拡大しています。ドイツ率いる統一条約は恐ろしい勢いで侵食されています。群れは毎日増え続けています。死してなおタバコを加え、骸骨なのに筆ひげを生やす男。鋼鉄の男は今、ドイツを進撃しています。マッドサイエンティストと宣伝大臣を連れて、そして彼らの指揮下にある40万の大群がドイツとイタリアを食い荒らします。国防軍はなすすべがありません。イタリア王立陸軍はもっとひどい状況でしょう。欧州の異変を静観していた新大陸。アメリカ合衆国でも異変が発生します。ブルックリンとマンハッタン南部で操縦が発生。ニューヨーク市は非常事態を宣言し、陸軍によって市は閉鎖されました。今、群れはニューヨークに現れました。この戦争はアンデッドと人類の総力戦なのです。すべての国家が参加する義務があります。さあ始めましょう。新大陸での総力戦を。
クリーク、クリーク、アンデッドは腹を満たすために常に戦争する必要があります。さあ、大東亜共栄圏もこの戦争に参加する義務があります。アジアでも総力戦を、ニューヨークを襲った事態が上海でも確認されました。帝国陸軍は日本本土でのバイオハザード発生に備え、中国からの撤退の可能性を示唆。中国の高層部主席は上海を隔離し、独力で対応するために民国軍の動員を開始しています。なお、中国は人口が多いために感染者数も膨大で80万以上もの大軍が上海に出没しました。さて、これでドイツ、アメリカ、日本の3大国が全てゾンビと交戦状態になりました。勝利するのは人類でしょうか？ゾンビでしょうか？欧州では大軍はイベリアとブリテン諸島を平定し、イタリアとドイツも食い荒らしています。ちなみにゾンビに海空軍なんてないのでブリテン諸島から海を渡って合流しようとするゾンビは、クリークスマリーネによってボコられています。残念ですね。まあゾンビは増え続けるので数万体海に沈められても大丈夫でしょう。ベーリング海峡を越えて極東ロシアからアラスカに船に乗って亡命した難民たち。彼らは家族たちを発狂させ、殺人者に変えるウイルスから逃れてきたと言います。難民たちからその通信を受けた米海軍は彼らが乗った船を砲撃し、全員を殺害しました。大統領は我らの国境と管理に全力を尽くすとコメントしただけでした。ということでその難民たちの故郷であろう極東ロシア、マガダンにも群れが出没しました。軍閥時代のロシアを群れが代わりに統一してあげますよ。ヒトラーとシペイアが築き上げた壮麗なる世界都市ゲルマニアは今ゾンビの手中に落ちました。ゲルマン帝国の中枢は破壊され、ヒトラーは行方不明です。ご覧のようにハイドリヒ、シペイア、ゲーリング、ボルマンなどの幹部が完全にゾンビ化していますし、ゲルマン帝国はすでに無政府状態に陥っていることでしょう。ということで今、ゲルマン帝国は降伏し、アンデッドゲルマニアが誕生したのです。見てください。世界の存亡をかけて内戦することになるこの二人もゾンビになれば仲良しです。大軍はアフリカにも進出します。砂漠も密林もゾンビが支配していきます。毒衣は完全に破壊され、アメリカの主要都市も次々と陥落しています。また中華民国もほぼ全域がウイルスに包まれました。ゲッペルスにわずかに残された生前の記憶が喚起しています。欲望のままの闘争を、地球全体を巻き込む総力戦に万歳。アンデッドたちは食欲を満たすための総力戦を渇望しています。ドイツとその植民地は極々上陸を仕掛けてきます。全体的に色がダークすぎて上陸されても全然わからん。まあその程度の攻撃で大軍は止まりません。大軍は新師団を訓練できませんが、定期的に炉どもにゾンビがスポーンします。さあゾンビスターリン。アンデッドドイツ人を率いてバルバロッサする側になるのです。まあこの世界のスターリンは独ソ戦開始前に死んでますが、世界中ゾンビだらけなのに日本では財閥同士が戦争してます。のんきでいいですね。日本は陸続きでないのでゾンビの襲来を免れられるように見えますが、この世界には津島海峡トンネルが存在するため海を渡ることができます。さて、アメリカも完全な無政府状態に陥りました。これで残る大国は日本だけです。総力戦はもう終わってしまうのでしょうか？さて、東方生存権は陥落し、我らはロシア軍閥と対峙することになりました。ロシアは小国割拠状態なのでアンデッドに対処するのは難しいでしょう。我らが誇るゾンビ司令官たちはロシア人が多数です。故郷に帰れてよかったですね。スケルトン・ウンゲルンとゾンビロコソフスキーのコンビが日本本土へ上陸。赤と白もゾンビになれば手を取り合います。ちなみに帝国陸軍は全くいませんが最後の超大国として抵抗してくれるんでしょうか？無理だったみたいです。海も黒いので完全に日本が太平洋日本海と同化しています。今や世界のほとんどが暗黒に包まれています。素晴らしい、これが総力戦です。ここでヒトラー死去のニュースが入りましたが、多分もうヨーロッパのどこかでゾンビ化していると思います。まあドイツは大軍が支配してるからドイツ内戦は起こらない。ええ、起こりました。いつも通り4つのドイツが誕生。ちなみに指導者は全員ゾンビ化しており、ゾンビたちによるドイツ内戦となりました。意味がわからん。なおドイツ崩壊によりそこら中で内戦が起きるため様々な国が独立。ゾンビは隣接した国に強制宣戦布告するようになってるので非常に面倒なことになりました。ロシアから群れを帰還させる必要があります。ロシアでもモスクワ自治区とドイツ自治区が独立したので、遠征軍はめちゃくちゃ遠回りして帰らないといけなくなりました。まあ東から西に攻めてもいいけど発生源のロドモは守りたいよね。あんまり気にしてませんでしたがスターリニズムのチュメニの指導者がゾンビスターリンになっていたりと、ゾンビに支配されていない国も用意されている指導者はポートレートが差し替えられているようです。さてアンデッドドイツ人同士で争われるドイツ内戦ですが、アンデッドのヒューラーはゲッペルスだけであると教えてやりましょう。一方、南アフリカとドイツ植民地の間で南アフリカ戦争が起きていましたが、大軍がドイツ植民地を降伏させたせいで南アフリカ大勝利判定が下り、大量のゾンビが取り残されています。まあ補給なくても戦えるから別にいいんだけど、アンデッド来日の再統合も着々と進んでいます。強きアンデッドゲルマニアに万歳。新大陸ではついに群れがパナマを越え南米に到達しました。素晴らしい。ひ弱な南米国家に総力戦を見せつけるのです。さあ来日は完全に再統合されました。攻撃できるもの全てを攻撃しましょう。ちなみに徴兵人口 100% で占領した領土は漏れなく中核州になるので人的資源は多くととんでもないことになっています。RF のガリアより人の多い国はないと思ってましたがあれよりも人的が豊富ですね。まあ群れを派遣しまくるあたり見ています。あっちはウイルスでも何でもないのが恐ろしいですが。
さて、ゾンビが襲撃可能な国で抵抗を続けるのはロシアと南米だけになりました。このようにルイセンコさんはゾンビ化しても研究を続けています。ゾンビ作品でよくある生前の行動を繰り返す的なやつでしょうか。さてロシア軍閥や南米の中小国が数々の大国を飲み込んだゾンビを撃破できるはずがなく、太平洋諸島やカリブ海諸国を除いて世界はゾンビによって制圧されました。ロドモでの事件からたった2年です。今や8億体のゾンビが存在し、どこかに隠れて生活している人々もゾンビ化するのを待つだけです。ニューヨークや上海で起きたようにシドニーやジャカルタでそれが起こるのはそう遠くないでしょう。残された人類はロドモの脅威からこの先生き残ることができるのでしょうか。ちなみにインドネシアはスカルノがゾンビ化してるのでもうダメだと思います。ということでとっても楽しいパーティーでしたね。来賓の皆さんありがとうございました。今回ゾンビ化した方々のうちフランしてない方は TMO のどこかで会える方です。皆さんもぜひ生前の彼らに会ってみましょう。きっと素敵な体験を行うことができます。